スタートしました。10番のディが後方から。 ダッシュ外から16番、朝からキング、ースタートを切りました、間から9番の里のレーブンも上がっていく、それから内から5番の名勝チタンもいく、3頭の先行争い、それから今日もスタート決まった1番のウィン・マーベル、それから間をついて7番のスマート・クラージュ、外を通って14番のエンペザー、18番の名勝星合が続いていきました、中段ごった返しています、2番のサンライズ・ロナウド、3番の里の愛、6番の玉モブラックタイがいて、その外から17番のカリボール、3コーナーのカーブに入っています。8番のカルベロチそれから外 ダノン・ティンパニーは中段のやや後ろ11番ボルザゴフスキーが続いて600は33秒9後方から12番ホープ・ルサイン13番のワールド・ウィンズがいて4番のルー・プリフォールその前に10番のデュガがいまます600切りりした3ココーーーーーナナーから4コーナーのカーブに入ります。 今日も行く16番、朝倉キングと斉藤新五番の名将チタンが2番手3番手、9番の里野ノレイブ4番手のインコース手応えいい感じ1番のウィン・マーベル4コーナーから直線に向きましたその後ろにスマート・クラージュ内からは2番のサンライズ・ロナウドさあ先頭は朝倉キング朝からキング前を追う1番のウィン・マーベルが朝倉キングを捉えに行く200を切ったその後ろ2番のサンライズ・ロナウド外から9番の里野ノレイブの追い込みさあ粘る粘る16番の朝倉キングウィン・マーベル2番のサンライズ・ロナウド キング接戦ゴールイン前3朝からキング粘ったかウィン・マーベルかそれとも2番のサンライズ・ロナウドか勝ちタイム1分21秒に